カモンシティ、どうも大丈夫です。シャーということで本日なんですけれども、ご無沙汰してます。久しぶりにね、ちょっと動画出してるってことで、ちょっとね、動画最近撮れなくて、まあ、ちょっとインターナショナルマッチウィークってこともあって、まあ、ネタ切れではないんですけども、全然あったんですけど、ちょっと遅くなってしまったんですけど、この企画を持ってきました。題して、チャンピオンズリーグベスト8、勝敗を設定見た。まあ、4月の10日、4月17日で、確かあったと思いますね。2週連続で、水、木で、ベスト8が4月に行われるということになりますけれども、ちょっと早いかもしれませんけれども、この段階でのベスト8の、勝敗予想、考察をやっていきたいと思いますので、ぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいでございます。それではやっていきましょう。しゃ。一つ目、アーセナル VS バイエルミュンヘン。こちらのカードですけれども、アーセナルが、ベスト8、久しぶりのベスト8進出ということで、まあ久しぶりにね、このベスト8、まあ、ベスト16がそもそも鬼門だったのかな、確か。で、因縁の相手バイエルンということで、過去に結構ボコボコにやられてきた、バイエルンという相手なんですけれども、まあ部が正直悪かったと思うし、組み合わせの段階で結構部が悪いなっていうのがアーセナルになるんですけれども、まあ俺はどうだろうな、まあ今回この予想ですよね。まあ一気に立て直した中で、まああの頃のやっぱりプレミアリーグっていうのは、やっぱりこうちょっとまだね、群雄割拠ではなかったというか、そんな言葉はないか、群雄割拠ではなかったとかいう、そんな否定文はないかもしれないんですけど、そのね、まだこう競合が多かった時代でもなかったし、まあ、やっぱり徐々にこう力をつけていって、まあ、もちろん今と同じで、こうお金でリーグを支配しているような、まあ選手も高額で取ったりするクラブが多いっていう。ただまあそんなにレベルが高くなくて、やっぱりこうリーガのその頃で言うと、まあバルサ、レアルとか、まあバイエルン、この辺りにやっぱ歯が立たなかったっていうのがプレミアリーグの現状で、その中でやっぱアーセナルはチャンピオンズリーグに出場していながらも、やっぱこうやってバイエルンに負けたりとか、バルセロナに負けたりとかっていうのがあった中で、まあでも今のね、レベルとやっぱ、あの頃のやっぱレベルと今のレベル全然違うと思っていて、まあそれ次第では全然変わっていくんですけど、まあやっぱり相性っていうのも、やっぱ存在していて、やはり。すごいね。雷ですね、今日。雷ですね。光ってたか。はい。で、僕的にはどうだろうな。どうしようかね。まあ、ファーストレグの予想もとりあえず交えつつ、とりあえずファーストレグは確かアーセナルホームだったと思うんで、ファーストレグはね、まあ、勝つと思うんですよ。問題はセカンドレグですよね。セカンドレグで一気になんか逆転みたいな感じで、僕バイエルン勝つかなと思います。やっぱりそうだね、ホームは強いと思うんですよね、アーセナル。とは言ってもポルトでも負けたからね、ファーストレグ、ファーストレグだっけ、あれじゃあね、ホームで負けたんだっけ、多分負けたよね、あれホームだっけ、覚えてねえや、ちょっと忘れたけど、ホームでもホームは強いじゃないですか、アーセナル。アウェイで多分負けちゃうと思うんですよね、僕。まあ、とりあえず過去の戦績から見ても、ちょっと本当はね、プレミアリーグファンとして、アーセナルに勝ってほしいっていうのはあるんですけど、結構打ち合いになるかなと思ってて、その中でも、バイエルン勝利というのをちょっとしたいと思います。で続いて、レアルマドリード VS マンチェスターシティということで、シティが
レアルと3シーズン連続で当たるということになりました。ね、シティからしてみるとちょっとだけ今まで、あれは、あのベスト8にいるチームより結構相性はいいんですよね。うん、相性はいいんですよ。うん、レアルはね、意外に、うん、やっぱり対戦してる数が多いのと、ペップシティの時代に当たってるっていうところなんで、うん、まあ、2019年も戦って勝って、で一昨年は負けて、で去年は圧倒的な差で勝って、で今年なんですけど、うん、どうだろうね、本当に予想ができないというか難しいです。ホームは間違いなく勝つと思うんですよね。うん、ただ何点差で勝つかっていうのと、うん、のもあるし、まあセカンドは引き分けか負けなんですよ多分。だからまあ難しいけど、僕セカンド、あ、ファーストレガー負けるんじゃないかなと思ってるんですよね。レアルも昨シーズンのやっぱ屈辱があるから、まあそこも考慮して、あとミリトンが戻ってきたりとか、まあクルトはいないんですけど、まあクルトはいなくたってあのルニンだっけ、ルニンがすごい多分セーブ見せてくれると思うんで、まああんまり結構結局でかい壁だと思うんですよね。って考えた時に、まあでもミリトン戻ってくるのでかいんで、レアル先勝するかなとは思うんですよね。うん、ファーストリーグは。で、そう。あともう一個言いたいのが、ベリンガムがドルトムントにいた時も、シティ、対シティに対してすごく決めてたんですよ。だから多分、ベリンガムが絶対2試合の中で、1点は決めると思うんですよね。シティ相手に。統計的なデータから考えても。だから絶対点取ってくると思うんで、0失点ってことはまずないんですよ。だからまあ先に先勝されるかなっていう。うん、で、ホームでなんとか巻き返して、シティ、ベスト4進出かなと思います。うん、正直どっちかわかんないですね。もう半々なんで。もう前回のやっぱり、あ、前々回じゃないわ。あ、そう、前々回だ。前々回のやっぱり、99%vs1% で負けるっていうことがあったんで、本当に予想つかないんですけど、まあ、大型シティかなとは思います。うん、まあ、デブライネが怪我、あるいはカローカも怪我ってなっても、やっぱりそこを埋めるほどのやっぱ、チームの総合力っていうのがあると思ってて、うん、レアルにないっていうわけじゃないんだけど、まあ、そこでカバーするのかなとは思いますね。うん、ってことで、シティ勝利かな。Gですよ、でも。1点差とか2点差で勝利。前回ほどの差は出ないと思います。で、3試合目。アトレティコマドリード VS ドルトムント。これ難しいね。アドレティコがインテルに勝ってきましたからね。うん、難しいんですけど、まあ僕的にアトレティコかなと思いますね。うん、ギリギリアトレティコになってくるのかな。まあ、インテル倒したらもう結構術中にはまったというか、なんか罠にはまった感はあったよね、インテルが。そうなんで、まあアトレティコかなとは思うんですけどね。うん、ドルトムントがねベスト4まで来れるほどのやっぱ総合力的に見てもないかなと思うんで、うん、そうですね、アトレティコ勝利ですね。はい、で最後パリ VS バルセロナ、うん、ちょっとプレミア以外の2チームはちょっとね、2カードをちょっと軽めにやるんですけど、アトレティコちゃうわ、パリサンジェルマン VS バルサね、むずいけどパリかな、うん、と思いますね。バルサなんだかんだ隙が多いし、うん、まあベスト16のパリのあのエンバペのちょっと哀れっぷり見るとパリかなとは思いますね。だからエンバペをどうやって止めるかにかかってるよね、バルサ、うん、でも結局多分止めきれず、あるいはまあ他の選手がいるじゃないですか、アセンシオ、アセンシオ、まあ、ちょっと誰が今脂が乗ってるのか分かんないんですけど、パリは、うん、その辺が決めてくるかなとは思うんですよね。なんで、うん、総合的に見てパリかなとは思うんですよね。うん、パリ予想でいきます、うん、
でもお互いにホームは勝ち合うんじゃないかな。いや、アウェイでも勝つかな。パリが圧倒するかもね。なんかホームアンダーで あのチーム関係ない感じはあるよね、うん。で、対してバルサはね、カンプノじゃないっていうのもあるから、そこもちょっとおごりはあるんで、まあ合計してパリかなとは思います。はい。ということで、以上。チャンピオンズリーグベスト8徹底考察ということで、勝敗予想当たるといいなということで、はい、突破するのはアーセナル、マンチェスターシティ、あ、間違えた、アーセナルじゃあバイエルン、マンチェスターシティ、まあ、だマンチェスターシティがね、自分でレアルを倒せば一気にこのコンペティションはシティ的には楽になるっていうのもあるだろうし、まあ、だ勝つかどうか、こうベスト8がもう本当決勝、実情決勝にはなってくるしっていう感じですよね。はい、アトレティコとパリっていう感じになってくるね。うん、こうなってくるとスペイン勢がまた減っていくっていうのになっていくんですけど、でプレミア勢が、あとプレゼミ 1チームか、うん、はい、ということで、またちょっと、動画の方もチャンピオンズリーグ関連も出していきたいなというふうに思います。マンチェスターシティ対アーセナルの観戦配信とか、このレアルマドリードの2試合の観戦配信のリンク概要欄に載せてますので、ぜひとも、通知オンにしておいてね、ください。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。シャッ。